内村パリオリンクリオロスター決まりましたね。決まったというか、親善試合というかパリ五輪までの練習試合のロスターがさっき発表されて、その中に八村塁がいたということで、まあでもレイカーズ JJ レディックだったっけな、インタビューで八村のパリ五輪についてどう思いますかみたいな話をされた時に、オリンピックについては八村からまた話があるよみたいな言い方してたから、まあほぼ八村が出るのは確実だったんだろうなみたいな感じで、まあロスター見て一応安心はしたけど、まあそりゃ出るかっていう感じでしたね。まああのホーバースの戦い方にどうやって八村をフィットさせていくのか、今のやつで渡辺千葉みたいなことが書いてたね、それも見たけど、あれも本当なんかな。もともと千葉の予想っていうか噂がすごいねあって、フィバのあれ公式なのかな、あれに渡辺雄太は千葉ジェッツっていう風に書かれてて、ってことはもう確実なのかなとかね、フィバにはもうその情報が知れ渡ってるっていうことなのちょっとわからないけども、まあでも千葉だろうね。お金も出せて優勝も狙える位置にいて、その上で富樫もいて、まあ千葉が有力そうだなと思いますけどね。まああとネッツはクラクストンをどうするかよね。クラクストンも FA だから、今なんか噂に出てるのがクラクストンを持っててもしょうがないから、かといってタダで出ていかれるのはちょっと好ましくないからっていうので、サイン&トレードするんじゃないかみたいな噂もあるけど、だそう考えるとニックスももうハーテンシュタイン引き止められないし、ネッツもクラクストンを無理やり保持する必要もなくなったっていうので、でホークスもカペラ出そうとしてて、でペリカンズもバランチュナストレード OK って言ってて、でユーバンクスもオプション破棄してって感じで、今年のオフシーズンはちょっとビッグマンがかなり市場に出回る年になりそうよね。まあ多分ヌルキッチですら他にいいビッグマン取れるんだったら多分サンズは出すだろうし、スティーブン・アダムズもね、なんかいいオファーあったらトレード出しそうな気もするし、ブルース・ゲンマイ・ブラウンさんスパチャリ言ってます。今のマジックはハンドラー D もウィングも揃っており、ゆくゆくはボストンのようになれると思うんですが、原さんはどうマジックを作り上げていけますか。オフにクレイ獲得の噂も上がってるんですが、すでにジョー・イングルスというゴートがいるのでどうかなと思います。なんかこうやっぱアメリカってさ、敬語とか基本ないし、年齢とかでなんか振る舞い方を変えるっていうのが、まあ、日本よりは少ないじゃん。縦社会みたいなのはあんまなくてみたいな。と言いつつ、やっぱ人間心理的にさ、同じ世代のやつってなんかこう10個も20個も上の人、逆に10個も下の人と一緒にやるよりもなんか息がうまく合いやすかったりとか、なんか年齢とか別に関係ないよねっていう風潮が強いアメリカですら、やっぱあの OKC の若さパワーとか見ると、若さパワーっていうか同年代パワーっていうのかな、なんかそういうのって結構大事なんかなって最近思ったりするんよね。まあニックスもそうだけどね、ビラノバ大の選手みんな集めてとかさ、そういうなんかニックスの動きもそうだし、 OKC のねやり方もそうだけど、やっぱ仲いい同士で切磋琢磨して一緒に同じ方向を向かって戦っていくって割と大事説。それを考えるとクレイ・トンプソンを獲得するために若手放出してみたいなのはやらない方がいいかも。まあ FA で取れるってなったとしても、そこにお金使うよりかは、まあもうベテラン枠としてはジョー・イングルスがいるわけだから、まあそのメンター的なところはイングルスに任せて、まあ、若手パワーでやっていって、同年代パワーでやっていった方がいいのかなっていう気はするけどな。